さあ始まりました。恐竜の世界でバトルロワイヤルです。バトルロワイヤルとはこのね、今プレイヤーが23人いるんですけど、最後の一人になったら勝ちっていうゲームです。なんでね、生き残りましょう。まずは生き残るために必要なアイテムがね、真ん中にこの中央にあるんで、それをたくさん取っていこう。さあ、まあ、自分以外にもね、プレイヤーいるんで、急いで取っていこう。まあ、椅子取りゲームみたいな感じで、多く取った方がいいと思うんでね、取っていこう。お、いよいよ。よし、とりあえずもう行こう。あまり、うわ、やべ、もう早速プレイヤーが、あえいでる声が聞こえた。あまりいるとね、狙われてしまうから。よしよし、なんとか、いけたね。さあ、こっから大ジャンプ。そして、スピードを上げて、いいよ。これなんだ?やばい。虫だ。なんだこの虫、でかすぎるでしょう。30センチくらいあるぞ。とりあえず肉は取っとくけど。この虫もね、いい素材、素材っていうか食料になるんで、取って、装備にもなるんでね、取っていこう。さあ、このバトルロワイヤル、生き抜かなくてはいけないんだけど、やっぱりね、自分一人だけじゃ、難しいので、仲間を捕まえていこう。まあでもこっちの方、そこまで強い生物は、ラプトルはいるね。一応倒しとこう。突然狙われるかもしれないからね。あ、でも行っちゃったな。ああいったラプトルは倒したいところなんだけど、もう、遠くまで。やばい、なんだ ?2 匹いる。やばいな、ここ。それにしてもここら辺何もいないな。何かいたらいいんだけど、お?木の実をセットして。仲間だ。仲間がいた。後ろからそっとね、おお、近い。危なかった。なんだ今の。突然近づいたな。ラプトル、ここ結構多いな。あれなんだこれ。なんか寝てる。餌でもあげとこう。サソリか、さっきの死体の。ラプトルは倒されてるね。とりあえずこういった小さいのを倒して、皮を取っとこう。皮もね、結構使うんで、こういった恐竜の皮を剥ぎ取りましょう。お、なんだ今の。ティラノサウルスがいる。あれは、狙っときたい。ここら辺結構死体が、あいつのせいだな。よーし、二人目の仲間。いっとくか。お、今チャンス食ってるぞ。食ってる間に、寝かそう。この距離だったら、ギリギリ当たるね。さあ、ここから地道に狙っていくか。いけるかな。動き出したぞ。こっちに来るか?とりあえず装備外しといて。なんか、ぐるぐる回り始めたね。ちょっと、狙いづらいけど。なんだ?なんか、プレイヤーっぽいの見えたけど。プレイヤーがいるぞ!倒した!あのプレイヤーが倒した!奪われる!その前になんとか、プレイヤーを倒すんだ!今チャンス、今チャンス!よし!やったー!よーし!さあ、さて、素材は肉を取っといて、あとはゴミしか持ってないね。まあ、弓矢も取っとこう。よーし、あ、肉入ってないね。よし、入れとこう。もう一回ちょっとよく見て。うん、特にいいものは持ってない。
よし、なんとかね、プレイヤー倒して、ティラノサウルスも倒れました。よし、これで、あとは、いい肉を取っとこう。ティラノサウルスはね、普通の肉じゃちょっとね、仲間になるのが遅いんで、いい肉を取っときたいんだけど、その前にゴリラの様子も見ないと。結構大変なんだよね、これが。あ、餌あげておいた恐竜が仲間になってる。ゴリラにも餌与えといて。さあ、いい肉が欲しいから、あのステゴサウルスを狙おう。今戦ってるから。今のうちに倒しとこう。あいつの、あれ、壊れた。直して。あいつの肉はね、結構いいんだけど。なんか、ラプトル倒した。よしよし。来たよ、狙ってきたよ。なんとか、早く倒さないと。おぉ、近い近い。やばい。もう少し。もう少しだから。倒れてくれ。よし、なんとか倒した。回復しといて。ギリギリだったな。肉も、やばい。なんか降ってくる。肉食が。スピノサウルスがやってきたね。とりあえず、パラがやってきた。こいつはおとりとして連れてこう。とりあえず取った肉、あんま取れなかったと思うんだけど、取れた分だけ、あの恐竜、ティラノサウルスに入れとこう。これは持っといて。あ、でも結構取れたね。この霜降り肉。よしよし。これですぐ仲間になるぞ。近くにスピノがいて、怖いんだけど、ゴリラに餌も与えとかないと。怖いな、狙ってきそうで。ゴリラはでも仲間になるぞ。よし!ゴリラ、仲間になった。なんだ、挟まってる。危ないよ。気をつけて。よしよし。なんとかゴリラも仲間にできたね。あとはティラノサウルスさえ仲間になってくれれば、最強チームが出来上がる。お、仲間になった。よーし。来たね。で、こっちの方にもう一匹ゴリラがいたんだけど、いたいた。一応餌あげとこう。よーし、水も飲んどいて。まあでも時間的に無理だね、このゴリラは。こいつは諦めた方がいいかもしれない。よし、その間にじゃあ、レベルでも上げとこう。いいよ、これはいいチームができた。ここら辺の小さい生物は倒していこう。よしよし。やばい、なんかゴリラが攻撃しちゃったな。やばい、ゴリラ。こいつはやばい。倒しとこう。協力して倒そう。お、いいぞいいぞ。なんとか倒さないと。なんか来る。なんか虫が来た。みんな助けて。よしよし、ティラノサウルスで、レベル上げていこう。さあ、ここにも餌が動いてるから倒していきましょう。いいね、いいね。どんどんレベルが上がるぞ。よし、倒した。さあ、あの坂が見えてきたぞ。最終決戦まで、もう少し。今、ここまで生き残ったプレイヤーが、自分合わせて4人だね。さあ、最後はこの4人で、大決戦が始まる。みんなはどんな恐竜、捕まえたのかな?とりあえずでもここら辺のプレイヤーは誰も来てないね。まあ一番はここで争いたくないからね。バリア来る中、ここでは争いたくないから。プレイヤーが来ないことを祈るだけだけど、
さあ、バリアがすぐそこまでやってきた。まあ、でもこっちの方は、プレイヤー来ないね。ってことは残る3人は向こうから来るっていう感じか。でも恐竜が見えないぞ。みんな銃とかなのかな。銃とかやめてくれよ。頼むから。恐竜が全然いないぞ。自分以外。どういうことだ？なんか撃たれた。なんだ？ゴリラの方向、向かおう。こっちにスピノがいる。スピノなら勝てる。このゴリラと、ティラノサウルス、この2匹で。いけ。いいぞいいぞ。パラもいたで、そういえば。やばい、後ろ取られた。回り込んで、なんとか倒していきたいけど。プレイヤーが降りたぞ。プレイヤー狙おう。よーし、倒した。挟まってる、挟まってる。これで、よいしょ、やったー。よーし、敵のスピノも仲間にできた。ってことは残り1人だぞ。これはもう勝ちでしょう。残り1人。来た来た。ラプトル1匹だけか？さあ、食っていこう。これはもう、優勝決まりな状況だぞ。それでもラプトルで逃げていくのか。こいつ銃持ちか。銃はやばいぞ。この、しかも、スピードが動いてないし。早めに倒しとこう、銃のやつは。いける。スタミナ切れか。なんとか、倒すんだ。よーし！なんとかいけた。久々に優勝できました。さあ来ました。うわー、もうほとんど全滅。首か。これで始めていこう。さあどうなるんだ。始まったぞ。うわー、ボールがやばいやばい、押されてってる動物たちが。